こんばんは。ハレルヤ、アメン、アメン。こんばんは。こんばん、こんばんは。ヒカルさん、ハレルヤ、こんばんは。ヒカルさん、お帰りなさい。お帰りなさい。こんばんは。こんばんは。ハレルヤ。だいぶ涼しくなっていいですね。だいぶ涼しくなってですね。もう本当に、暑かった日がもう忘れちゃうみたいなね。しばらく、あと1ヶ月ぐらいいいかもしれませんね。また寒くなってくるとちょっとあれですけども、当分は大丈夫でしょうかね。1ヶ月ぐらい、こう、涼しい季節を楽しめるみたいな。ボキさんこんばんは。ガジマ大会見ました。一応ですね、タイムシフトで少し見れると思いますね。タイムシフト、はい。 YouTube の方はですね、まだ編集してないのでアップできてません。はい、皆さんどうでしたか。ちょっとガジマ集会感想明かしちょっとやってみましょうかね。はい、皆さん見た方だけでいいんですが、ガジマさんの集会を見た方いると思うんですが、ちょっと感想明かしいきましょう。はい、ガジマ集会感想明かしスタート。天然ちゃん、牧師さんこんばんは。放送見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。感動しました。油すぎ一色でした。ガジマさんは素敵な人でした。ハレルヤ、アメン。キュちゃんの席に感動しました。世界で一番の集会だと思いました。ガジマさんに霊的闘魂を注入してもらいました。ガジマ牧師の迫力に圧倒されました。ガジマさんの話面白かった。初日急に車椅子の人が立ったのがすごかった。信仰を学びました。あんな近くで見れたのは良かった。体が熱くなりました。元気が出ました。アイプさんが歩けてよかった。音楽が良かった。ガジマ牧師の圧倒的な演説に終始見惚れてしまいました。油すぎを受けました。神様の不思議な御業を体験しました。イエス様とガジマ牧師のパワーはすごいと思いました。まあガジマ牧師のパワーは結局イエス様のパワーですね。ガジマ牧師、町田に呼べないの。去年はね、相模原に呼んだ教会がありました。神様の不思議な御業を体験しました。僕もガジマさんのように生き返らせまくりたいと思いました。ハロウィンはサタンの計画した悪行なのです。信仰が熱く燃えました。この間東京町田市に行ったよ。来てください。ガ
ガジマさんを見てたら背後にイエス様の影を見た。キリスト教に入ってよかったと再確認できました。リトルさん、ハレルヤ。 LTL で読めないんですか？読みたいですね。イエス様がいると確信しました。ヒカルさん、イエス様がいると確信しました。すごい。こんばんは。ハロウィンは悪魔的なお祝いなので祝いません。アメン。キリスト教と関係がないとやっちゃいかんの。まあ、その話は後でちょっとしましょうね。奇跡があるんだと思いました。奇跡があるんだと思いました。母親もガジマ牧師に感動しています。改めて神様が全能だと分かった。ガジマ牧師のように元気になりたいと思いました。ノイズがすごかった。その初日の音楽ごめんなさいね。なんかすごい音で、初日は音楽失敗しましたね。イエス様の力が強まった放送でした。はい、ありがとうございました。ね、皆さん、とてもいい感想ですね。とてもいい感想で、リアルで言ってももちろん油すぎ強く受けますが、まあ、ネットでも結構油すぎを受けてるのかもしれませんね。よかったですね。アメン。アメン。ガジマさんの油すぎの力で悪くめがほとんどありませんでした。放送嬉しかったです。自分の祖母も生き返らせたいです。救急で中国の方に日本の罪を大勢の前で謝りました。わお、すごい。はい、それではですね、タイトルの話をしましょうね。タイトルですね。ハロウィンはしない方がいい。ハロウィンはしない方がいい。アメン。まず皆さんに聞きましょうね。まず皆さんの意見を参考にして私が言うという。はい。じゃあ、皆さん、なぜハロウィンはしない方がいいんですか？はい、テストです。なぜハロウィンはしない方がいいんですか？はい、答えを書いてください。テストです。スカイプ伝導じゃなくて、救急伝導します。悪魔のお祭りだから。はい、そうですね。偶像崇拝だから。そう、悪魔的だから。アメン。お菓子をくれないといたずらするのは脅迫だから。あのね、何でしたっけ、トリック&トリート、トリックオアトリートだったかな、とか言うんですね。悪霊が来るから、サタンの復活と感じられます。お菓子業界のステマ。あ、まあ、それは言えるかもしれないね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。飾りだけでも悪霊っぽいですよね。怖いかぼちゃの顔とか、コウモリとか、そうそう。まずですね、印象的には怖いかぼちゃね。ウィキペディア見るとですね、なんか悪霊を怖がらせるためにやってるという、あ、ハロウィンは犯罪が多い。ハロウィンの時は犯罪が多い。なんかそんな感じしますよね。
その悪霊を追い出すために怖い顔をかぼちゃでやるというふうに書いてありましたけど、まあどう考えても悪魔的ですよね。で、なんで仮装をやるじゃないですか。仮装なんかもちょっと悪魔的な感じしませんか？ですね、仮装っていうのは要するにみんなこうね、やるわけですが、その仮装はどんなのがあるかというと、例えば幽霊の仮装、魔女の仮装、コウモリ、黒猫、ゴブリンって何？バンシー、ゾンビ、マシン、なんかそういう、仮装をするわけですね。で、やっぱりその仮装っていうのは、やっぱ悪魔的ですね、悪魔的です。それからさっき言った、なんですか、トリックはトリートって言ってね、その、お菓子くれないといたずらするぞみたいな、それもなんかちょっと良くないですね。で、起源を見るとですね、これはカルトじゃない、ケルトですね、ケルト。ケルトっていうのは、どこなんですか、ケルトってどこ、アイルランドなのかな、どっか、ちょっと私、わかんないけど、ケルトって今、ヨーロッパの、昔のヨーロッパにあったんですね、ケルト人っていうのがね。その昔のヨーロッパのケルト、ケルト人が収穫感謝祭、収穫感謝祭にやるお祭りだったのが、まあ、キリスト教と融合したわけですけども、でも基本的には聖書の、ね、聖書的なお祭りとは関係ないということですね。だからまあ、そのハロウィンをやる教会もあれば、やらない教会もあるかもしれないですけど、あ、スコットランド、あ、ケルトはスコット、ごめんなさい、スコットランドだそうです。まあ、聖書的に言えばですね、全然関係ないわけ、聖書の中にそういうのは全くないわけですね。だからまあ、そのなんかこう死んだ霊に対して、どうのこうのっていうのなので、やっぱりなんかちょっと日本のお盆と似てる感じですね。なんか日本のお盆的なお祭りみたいなので、まあ、どっちにしてもですね、キリスト教とは直接は関係ないので、やっぱりこういうのは悪霊的ですね、悪霊的。だからやっぱりこういうのはやらない方がいいんですね、こういうのはね。どう考えたって、仮装から言っても、かぼちゃから言っても悪霊的ですね。11月1日はカトリックの処世時の日なので、それとは関係しています。なんかそれとくっついたという話がありますね。カトリックの処世人の日にくっついたという、でも直接は関係ないという、だからまあやっぱりやらない方がいいです、やらない方がね。はい。まあそのクリスマスもそうだし、バレンタインもそうなんですが、結局ね、商業主義ですよね。クリスマスも結局商業主義で、まあ、特に日本なんかも商業主義で広まった。で、バレンタインも、その商業主義で広まった。で、今度はハロウィンもですね、ちょっと前までは全然なかったのに、最近あちこちで見られるのは、これはやっぱり商業主義でですね、結局商業主義に乗らされちゃってるみたいな感じですね。どっちにしても、信仰的なものではないということで、やっぱり悪霊的と言ってもいいでしょうね、悪霊的に。だから悪霊的なことはしちゃいけないんですね、悪霊的なことはね。まあ、日本の文化はですね、そういう偶像崇拝的、悪霊的なものが多いからですね、まあ、本当にクリスチャンは困りますね。クリスチャンは困る。商業主義ならイースターも流行らせて本当の意味を知るから。クリスマスはダメ。クリスマスはいいですよ。クリスマスは、クリスチャンがね、信仰でやる分にはいいです。で、バレンタインも悪くはないと思いますよ。バレンタインもですね、聖バレンタインって言って、まあ、祭司、バレンタインっていう祭司が、どうのこうのっていうので、まあ悪くないと思うんですけど、まあハロウィンはね、キリスト教と関係ないし、ちょっと悪魔的だからね。まあ、もちろんは、バレンタインもですね、まあ、恋愛的な感じじゃダメだと思うんですね。恋愛的な感じで、まあ、要するに、まあ、クリスマスもそうですよ。クリスマスも、そのクリスマスイブにデートするのは、それはダメですよ、ダメですね。だからやっぱりクリスマスだからといって全面的に OK ではないわけですね。デートはダメですよ、デートはね。
でバレンタインももちろんそういう、なんて言うんでしょう、恋愛的なものはダメということですね。はい、商業主義は捨てようということですね。まあ、そういうわけでですね、クリスチャンはですね、やっぱり良いことと悪いことを見極めて、バレンタインこそ本当の神の愛を教える、そうですね、バレンタインの時にですね、本当の愛を教えるっていうのはいいかもしれませんね。やっぱりですね、もちろんこう厳密な意味でこう線引きなかなか難しいと思いますがね、そのやっぱりこうできるだけこうね、こう分けるというか、で良いものと悪いものを分けてですね、どこまではいいのか、どこまでが悪いのか難しいですね。まあ、ハロウィンはもうダメってやってた方が早いと思いますね。で、まあ、クリスマスはもちろん信仰的にやるのは OK、ね、バレンタインも信仰的にやるのは OK ぐらいな感じかな。もちろんイースターね、イースターはね、多分リトルさんね、商業主義はむしろ良くないんじゃないかなと思うんですね。なぜかというとね、不思議なことにクリスマスっていうのはこの世界中で広まってですね、全然キリスト教じゃない日本とかね、キリスト教じゃないところまでも、あ、いやいや、リトさんいいんですよ、キリスト教じゃないところまでも、まあ、クリスマスってこう広まりましたよね。それはなんか意味があると思うんです。ところがイースターっていうのは十字架と復活でしょ。だからイースターをお祝いするっていうのはまさにこれはキリスト教そのものなんですね。だから世の中がイースターをお祝いしないという理由はやっぱりまさにその十字架と復活をお祝いすることだからです。まあ商業主義でイースターが広まるっていうことは難しいんじゃないかと思うんですね。つまりそれだけ霊的に、まあ、悪魔はイースターをお祝いさせないという力が働いているのではないかと思うんですね。悪魔はですね、この世を支配していて、さまざまなことをコントロールしちゃってるんですね。じゃあなぜクリスマスが商業的に成功したかというのは、イエス・キリストの名を知る日本人がいること、それはね、やっぱり何か私もこう深く考えてはいないんですけども、何か意味があって、クリスマスが広がるということ自体は、何か伝道にはプラスになるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、イースターの方は、もっと霊的に、シビアなところがあるんじゃないかなと思いますね。私もサンタの意味を調べてからイエス・キリストをしました。サンタさんがその主役になってるかもしれませんね。もう10月に入るとですね、もうクリスマスをもうクリスマスの飾りをしているところもたくさんあるんじゃないかな。まあ日本だと11月ぐらいかもしれませんが、国によってはもう10月ぐらいからクリスマスの飾り付けをしていると思います。でもね、やっぱり大事なのはですね、その、まあ、お祭り気分が大事じゃなくてね、やっぱり大事なのは中身ですよね。なぜクリスマスをお祝いするのか、ね、なぜクリスマスをお祝いするのか、その意味がとても大事だと思います。クリスマスはね、イエス様の誕生日ですよね。クリスマスはイエス様の誕生日で、イースターはですね、イースターはある意味ではイエス様が死んだ時ですね、十字架で死んだ時、もちろん復活しました、3日目に復活しましたけど、十字架で死んだ日ですね。ですからクリスマスとイースター、まさにイエス様の、誕生とイエス様の死というこの2つがですね、とても大きな時だということですね。とても大きな時ということですね。でもクリスマスというのはね、イエス様の誕生日です。まあクリスチャンからすればですね、神の子の誕生日、救い主の誕生日だから、当然クリスマスをお祝いするのはそうなんですが、世の中の人たちもイエス・キリストを信じてないのに、イエス・キリストを信じてないのにクリスマスをお祝いするって、まあ嬉しいには嬉しいですね。まあ信仰がなくてお祝いしてるかもしれないけど、さっきリトさんが言ったように、クリスマスを通してイエス・キリストの名を、まあ、知ることもあるし、またイエス・キリストの誕生日だということを知ることに
世界中がたった一人の、ね、人間のためにたった一人の人間のためにこれだけ誕生日をお祝いするっていうのはすごいことではないでしょうか、ね。釈迦でさえですねそんなに世界的に広がっていませんね、世界中こんなにですね一人の誕生日のためにお祝いする、これはやっぱり、イースさんハレリアこんばんは。まさにイエス様だから、イエス様だから、ね、もうイスラム教の国でも共産主義の国でも、まあ、知らず知らずと言いましょうかクリスマスをお祝い、してるのではないでしょうか。もう一度言いますね、ハロウィンは結局ですねハロウィンは、ケルト人の、まあ、感謝収穫祭ということで、クリスマスの時の夜空に一番輝いている星がイエス様だと信じます。アメン。クリスマスの時の夜空に一番輝いているのがイエス様、いいですね。キリちゃん、ガジマ大会に来ていたサマリタンパースのことを掲示板に書いてあった。ああそうですか。そういうわけでですね、ハロウィンは、まあ、このなんか死んだ人の霊をなんか慰めるような部分がちょっとあるので、日本のお盆みたいなお祭りなので、まあ、霊的には良くない、霊的にはよく、あ、書いていいですかっていうこと、あ、いいですよ、クリスマスプロジェクトについてどうぞ書いてください、書いていいですよ。はい、皆さん、そういうわけでハロウィンをお祝いしないでくださいね。特に兄弟姉妹、イエスキリストを信じている兄弟姉妹の皆さん、ハロウィンはキリスト教的なお祭りではないんだということですね。まあ、一種の、まあ、先祖供養みたいな、先祖礼拝、先祖供養的なニュアンスがあります。ですからやはり悪霊に関わるようなお祭りと言ってもいいでしょう。悪霊に関わるようなお祭りだから、そういうものはお祝いしないと、ね、私たちは、イエス様だけをお祝いします。ハロウィンイベントに行かないでください。アメン。リウさん、キューちゃんは間違えた間違えた。皆さん、ハロウィンパーティー行かないでくださいね。もちろんそれは強制してるわけじゃないですよ。強制してるわけじゃなくて、まあ、ここはキリスト教の、ね、まあ、この伝道部屋なので、キリスト教的に言うとということですね。キリスト教的に言うと、ハロウィンをお祝いしないでくださいという感じでしょうかね。そういう感じですね。はい、行くなと言われると行きたくなる行くなと言われると行きたくなる。ハロウィンイベントはできる限り行かない方がいいと思います。アメン。ハロウィンイベントはできる限り行かない方がいいと思います。私も若い時に行きましたが、ただの宴会です。あ、それからもう一つね、これはもちろんキリスト教的な観点ですが、日本人としては非常にシビアなんですが、法事、ね、仏教的な法事、まあ、仏教的な葬式は私は、行かないように進めています。結局死者崇拝ですね。日本の仏教は、まあ、死んだ人を拝むという、ね、仏になった死者を拝むということで、死者崇拝、ね、偶像崇拝ということで、なかなか、ね、難しいと思うんですよ。日本人が法事行かないとかね、葬式行かないってのは難しいことかもしれない。ハロウィンを祝わず教会に行きましょう。イエス様を拝むでしょう。でもですね、皆さん、死者崇拝したくないんですが、どうしたらいいですか。もう勇気を持って断るんですね。私はクリスチャンだからごめんなさい、私は法事に出れません、私はクリスチャンだから仏教的な葬儀出ませんと勇気を持って言ってください。感動されてもですね、村八分になっても、その偶像崇拝はキリスト教で一番の罪なんだよ、キリスト教で一番の罪、十戒の 一番最初が私以外に神があってはいけない、2番目は偶像を作ってはいけない、偶像を拝んではいけないというね。ですからキリスト教っていうのはですね、偶像崇拝が罪だという、
だから日本は偶像崇拝だらけですね。霊的なことはなかなか難しい理解ですね。そうですね、お盆を断りました。小太郎さん素晴らしい。お盆を断りましたね。あのリュウさんもね、あの法事出なかったんですよね。でリュウさんが法事出なかったらなんかあの祝福があったそうですよ。カズノコさん墓参り断りました。素晴らしい、勇気がいりますよ皆さん、勇気があります。でもね、イエス様のためです、イエス様のため、イエスキリストだけを愛するために、イエスキリストに従うために偶像崇拝を拒絶しましょう。キリスト教の歴史は、キリスト教の伝統は偶像崇拝を拒絶すること、偶像崇拝を拒絶すること、偶像礼拝をしないこと、これがキリスト教の伝統であり歴史なんです。キリスト教でも油注ぎがなければ偶像崇拝、油注ぎがなければ偶像崇拝のようになると思われます。ああ、そうそう、油注ぎなかったら偶像崇拝になっちゃうね。イエス様のために働きたいと父に明かしました。素晴らしい。イエス様のためにね、働きたいと父に明かししました。素晴らしい。まあ、皆さんね、ちょっとね、つまずいちゃうと困るんだけどね。私は父と母がね、クリスチャンになったんですよ。父と母とクリスチャンになったんだけども、まあ私の兄弟、親戚は仏教、クリスチャンじゃないんですね。で、父と母もですね、仏式で葬儀したんです。仏式でね。で、私はね、父と母の葬儀出なかったんですよ。父と母の葬儀出なかった。普通、とね、なぜ親の葬式出ないんだ。あのね、やっぱりね、父と母はクリスチャンですから、あの天国で父と母はですね、私が偶像崇拝しない方を父と母は喜ぶと私は思います。ノンクリスチャンの証しをしました。ですから私はですね、父と母の葬儀を出なかったんですね。まあ人間的に、日本人的に考えるとええと思うかもしれません、ね、でも父と母もクリスチャンですから、父と母もその方を喜んでると私は信じますね、信じます、天国では、ね、父と母は、まあ天国にいたとすればですね、私が偶像崇拝しない方がいいと思いますね。祖母が救われないならば、祖母が救われなければ息を引き取ったら蘇らせます。アメン。素晴らしいですね、おばあちゃんが死んだら、救われないで死んだら、蘇らせて信じさせる。素晴らしいですね、素晴らしいですね。はい、まあそういうわけでですね、ハロウィンは 10月31日かな、10月31日がハロウィンですが、もう前もって言っときます。ハロウィンは、危険だということですね。血と歯がなくなったら葬儀施設にすればいいんですか。あのね、私はね、クリスチャンっていうのは結局ですね、永遠の命をもらうんですね。だから永遠の命をもらうから、私なんか葬式もいらないし他もいらないと考えてますね。葬式もいらないしお墓もいらない、だっては死なないんだからね。肉体は死んでも私は死なないんですね。最近は共同墓地にクリスチャンのお墓も増えてきたと聞きます。人間的にはプレッシャーも出ますが、本来信仰の自由もありますからね。アメン。そう、本来憲法で信教の自由があるわけですからね。結局ね、悪魔が私たちをプレッシャーをかけて偶像崇拝させる、これが悪魔の手口なんですね。悪魔はいろんな形で偶像崇拝させようとしています。で、偶像崇拝すると悪霊が入る。で、悪霊が入るといろいろ問題が起きる。このことをしっかり理解してくださいね。ただお墓がなかったら結局の時困らないかな。お墓なくても大丈夫だと思うんですよ。お墓なくてもね。本当のクリスチャンは永遠に行きます。本当のクリスチャンは永遠に行きます。フィギュア買っちゃダメ。フィギュアね、どうなんだろう。神様は万能だから大丈夫ですね。アメン、アメン。まあそういうわけでですね、私たちはもう命がけで偶像崇拝を拒む、命がけで偶像崇拝を拒む、これがキリスト教だよということですね。要するに神を選ぶか悪魔を選ぶか、
神を選ぶか悪魔を選ぶ、これが大事なポイントですね。多くの人は脅されてしがらみで悪魔を選んじゃってるんだよということですね。個人を尊ぶことはクリスチャンもできる。はい、例えばね、死んだ先祖をですね懐かしむとか、そういうことはいいと思いますよ。フィギュアを買ってもそれにすがらないでください。 それならまあ大丈夫。まあ、フィギュア偶像になりやすいんじゃないかなやっぱり偶像だからフィギュアとして買うんじゃないかな。なんかちょっと危ない感じがするな。フィギュアってまさに像じゃないですかね。だからなんかその偶像にしやすいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、それではキュウちゃんのフィギュア買わないでください私偶像になりたくないですね。偶像になりたくありません。フィギュアを買うなら聖書を買おう。アメン。それでは英語いきましょうか。英語ね、英語20マタイ、あ、これマルコだね。マルコさんってなんか変な感じですね。マルコさんの28。 I tell you the truth. All the sins and blasphemies of men will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He is guilty of an eternal sin.もう一回ちょっとこちらね、ちょっと長いね。 I tell you the truth. All the sins are blasphemies of men will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He is guilty of an eternal sin. これどういう意味かと言いますとですね、I tell you the truth っていうのは、私は本当のことを言います。イエス様よく言うんですね。誠に誠にあなた方に告げますという、そういうニュアンスで、これはやっぱり神様だから言うんですね。神様だから本当のことを言う。 I tell you the truth. All the sin、 すべての罪と冒涜は許されます。すべての罪と冒涜は許されます。しかし誰でも聖霊を冒涜する者は許されません。永遠の罪ですということですね。永遠の罪、これちょっと難しいんですよ。私もね、あまりこう説明できないところなんですが、とにかく罪は、まあ、十字架によって罪は許されるわけですね。すべての冒涜、すべての罪は、まあ、十字架によって許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されない、永遠に許されない。怖いですね。あ、昨日ちょうどそこの説を読みました。あー、すごい、小太郎さん。聖霊を冒涜する者は永遠に許されない。これなんか永遠に許されないって怖いですね、皆さんね。ですから皆さん、聖霊様を冒涜しないでください。聖霊様を冒涜したら永遠に許されないということですからね。イエス様とか神様を冒涜する罪は、悔い改めてイエス・キリストを信じれば許されますけど、聖霊様を冒涜する者は永遠に許されない。じゃあこの聖霊様を冒涜するというのはどういうことかということですが、まあ、このところなかなか難しいんですけど、一つのポイントはね、律法学者パリサイ人がイエス様のやってることを、あれは悪霊がやってるというふうに言ったわけですね。聖霊によって癒しをし、聖霊によって奇跡を行っているところに対して、あれは悪霊がやってると言った、まあ、結局聖霊様のことを悪霊だというのが、まあ、聖霊様を冒涜するということなんでしょうね。ですからカリスマが聖霊の力で、まあ、奇跡を行ったり、聖霊の力でガジマさんが死人を蘇しているのを見てですね、 あれは悪霊がやってるんだ、あれは悪霊の技だと、もし言ったらば、それが
精霊様を冒涜していることになるかもしれない。そんな感じね。だから精霊様の働きを決して冒涜してはいけない。精霊様の働きを冒涜してはいけない。もし精霊様の働きを冒涜すれば、精霊を冒涜することによって永遠に許されない。永遠に許されない。怖いですよ皆さん、永遠に許されないっていうのはね。だからぜひ皆さん気をつけてくださいね。精霊様を冒涜しないでください。精霊様を冒涜するのは非常に危険だという。もう永遠に許されないですからね、気をつけてくださいね。はい、それではですね、明石タイムいきましょうね。偶像崇拝ね、やめた明石タイムでいきましょうかね。偶像崇拝やめた明石タイム、偶像崇拝やめた明石タイムいきましょう。はい、スタート。偶像崇拝やめた証タイムスタート。偶像つってもいろいろありますからね。精霊様に感謝します。 AKB の CD 全部捨てました。競馬やめました。お守りを捨てました。アメン。野球観戦と酒をやめました。数の子さん。サイババの手品に騙されなくなった。イエス様だけにしました。今日ドラマを見たら悪霊が入ったので悔い改めた。人を頼るのをやめてイエス様だけに頼りになりました。宗教の恐ろしさを知りました。星野仙一ファンをやめました。イエス様だけに耳を傾けるべきだと思いました。本気で祈るようになりました。聖霊様を認める信仰になりました。AKB を崇拝するのをやめました。中国のドラマファンをやめました。毎日聖書を読むようになった。合わせ鏡を捨てました。合わせ鏡って何でしょうね。アニメ見るのをやめました。あ、勇気がありますね。神社やお寺などに近づかないようにしています。イエス様に祈る時が一番幸せな時です。禁酒が続いています。イエス様の恵みはとどまることを知りません。ハロウィンをやめました。アメン。天皇崇拝やめました。仏壇を叩き壊しました。早くお墓崇拝から脱出したい。お酒やめられました。デリを呼ぶのをやめようと思いました。コスプレやめました。ネトゲやめました。アメン。スポーツやめました。ハレルヤ。偶像崇拝をやめようと思います。勇気いりますけど頑張ってください。勇気いるんですよ。信仰には勇気がいるんです。恐れてはいけません。臆病になってはいけません。私の代で偶像崇拝をやめたいです。善の構想も悪霊に取り憑かれているんですか。はい。高校やめました。チャーススクールに行きます。アメン。教会に行きたくなりました。コスプレ衣装を捨てました。アメン。アニメや邦楽や
邦楽 CD 全部捨てました。まだちょっと過去にハマった芸能人のビデオが残っているな。メイド喫茶行くのをやめました。アメン。 AV 見るのをやめれました。アメン。テレビをあまり見なくなりました。ハレリア。中国の飾りも仏教的なので捨てました。アメン。覚醒剤をやめれました。素晴らしい。いろいろ捨てました。部屋のテレビを人にあげました。仕事を辞める勇気が出ました。仕事という名の偶像を捨てました。素晴らしい。欲を捨てました。仕事を探すのをやめました。過去にとらわれている生活から抜け出しました。漫画とビデオを売ってきました。神様を信じたら生きる気力が湧いてきました。以前は能天気に生きていた。今は終わりの時代と知り怖くなった。少しのお金で困らなくなりました。私はキューちゃんのところで学ぶ霊的学生です。アメン。婚約破棄しました。アメン。ニコニコ放送を荒らすのをやめました。アメン。リバイバルを心待ちにしています。イエス様を信じたら辛いことはあるけど良いことがたくさんありました。勇気を出してこれはまずいね。イエス様を信じると恵みが追いかけてきます。 LTL 私学校の新学生です。仕事は伝道です。アメン。キューチャー放送に出会えたことを感謝します。キューちゃんに出会えたニコ生に感謝です。朝聖霊様が起こしてくれるようになった。私にも油を注いでよ。もっと伝道して。信仰は捨てないでください。ハロウィン計画をしている人にこの放送を見るように勧めます。今日ムスリムの友人の妹に十字架を見られました。信仰のために就活をやめました。 LTL で本当の信仰に出会った。イエス様を信じたら領土問題も解決すると思います。アメン。占いを信じなくなりました。アメン。イエス様はすべての人を危険な悪から守りたいのです。悪魔から守りたいのです。悪霊から守りたいのです。イエス様は多くの人を悪魔から救いたいのです。悪霊から悪霊を追い出したいのです。信仰に興味が出ました。
イエス様はすべての人を愛しておられます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございました。アメン。はい、皆さんね、もう毎晩やってるので、だいたいそのポイントね、そのキリスト教のポイントっていうのが見えてきたと思うんですね。で、そのポイントをしっかり理解することですね。ポイントというのはどういうことかというと、結局ですね、多くの人は悪霊と関わって、知らず知らず悪霊と関わって、悪霊に騙されて、悪霊によってこの昨日のあの毒蛇じゃないけどね、噛まれちゃってる、悪魔に噛まれちゃってる、悪霊に噛まれちゃって、その毒で苦しんでるんだということね。皆さんがいろいろ宿泊してるのは悪魔の毒によって苦しんでるんだよということですね。で、その毒がどうやって入ったかというと、そういう偶像崇拝ですね。その偶像崇拝によって、毒が入っちゃうんですね。ですから、そのハロウィンも、偶像崇拝と考えて、ハロウィンをすることによって悪霊が入る、ハロウィンをすることによって毒が入るというふうに考えていいでしょう。だからいろんな偶像崇拝ありますね。いろんな偶像崇拝だから、そういうことに、その偶像崇拝は危険だという、初詣もそうですよ、お盆もそうですよ。もう日本は偶像崇拝だらけですから、だから日本人の人がね、いろいろ苦しんでるのは、日本が行き詰まってるのは、まさに偶像崇拝が原因だよということですね。これを理解することです。これを理解することです。日本が、その良くなるためには、日本が生き返るためには、日本多くの人たちがね、元気になるためには、その偶像崇拝を悔い改める、偶像崇拝をやめる、ああそうだったのか、唯一の誠の神様にとって偶像礼拝はダメなんだ、神様が祝福されなければ、神様が祝福されて初めて人間は幸せになるんだ。皆さん祝福されたいでしょ。皆さん幸せになりたくないですか。皆さん幸せになりたいですよね。キーちゃん、今日中国人に職業聞かれました、何と答えましょう。伝道師。はい、伝道師でいいですよ。もうで伝道師と言ってください。もう伝道していれば伝道師、伝道していれば伝道師ですね。はい、ですから皆さん、大事なのはですね、そのポイントはですね、私たちは霊的戦いをしているんだという、その霊的戦いっていうのは、その敵が悪魔なんだ。多くの人は悪魔に騙されて悪いことをさせられている。宣教師っていうのはね、宣教師っていうのは外国行ってやるので、まあ日本にいるから、まあ伝道師でいいんじゃないかな、スカイプで宣教師でもいいかもしれませんけどね。そういうわけで、ぜひ皆さん、ポイントは皆さんが偶像崇拝を悔い改めるということですね。偶像崇拝をやめる、偶像崇拝を悔い改める、そこから、いい方向に向かうんだよということですね。そしてイエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると、そのさっきもあったように、すべての罪が許される、すべての罪が許される。聖霊様を冒涜してはいけない、聖霊様を冒涜してはいけない。そういう意味で、聖霊様が働いているカリスマの、恋愛もダメですね。恋愛も偶像崇拝ですからね。大体恋愛して失恋してボロボロになっちゃうケースが多いですから、純潔ですね、皆さんね、純潔。純潔というのは、信仰結婚までは、信仰結婚するまでは男女関係を持たない。信仰結婚までは男女関係を持たない。これが純潔ですね。なぜ純潔の方が結局、その純潔じゃないということは結局 悪霊と関わるということですね。まあ、もうすでに純潔じゃない人でも、これから純潔になりましょう。これからね、悔い改めてね、イエス様に、何でしたか、ごめんなさい、イエス様だけを愛します、
イエス様だけを愛します。イエス様だけを愛します。皆さん、これからまだ間に合います。間に合います。間に合います。これから皆さん悔い改めて、偶像礼拝をやめて、偶像礼拝をやめて純潔に行きましょう。性的に純潔に行きましょう。霊的にも純潔に行きましょう。悔い改めてイエス・キリストを信じて、罪が許されて、悪霊ではなくて、悪霊ではなくてイエス様から聖霊をいただきましょう。聖霊をいただくことが信仰です。聖霊を受けることが信仰なのです。悪霊を受けたら病気になります。悪霊を受けたら不幸になります。聖霊を受けたら癒されて、聖霊を受けたら幸せになるのです。ですから皆さんが苦しいのは悪霊と関わってるからだよということです。皆さんが良くなりたいならば、悔い改めてイエス・キリストを信じて聖霊を受けることです。聖霊様を受けることです。聖霊様を受けることによって皆さんの人生はやり直しが効くのです。これから幸せになるのです。この伝道部屋で皆さんは変わってきたのは、ね、皆さんが本当に信じた人は変わってきました。信じた人はどん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 良くなっています。悪く目打ってる人はどんどん悪くなっていますね。それは聖霊を冒涜するからですね。聖霊を冒涜したら許されないとか言ってありますから。皆さん、悪く目打つことがいかに危険か、いかに危険かということですね。ぜひ皆さん、今からで遅くないのです。悔い改めてイエス・キリストを信じて、聖霊様をね、この冒涜しないで、聖霊様を受け入れましょう。聖霊様を受け入れましょう。聖霊様を受け入れるのです。それはイエス・キリストを信じることによって聖霊をもらえるのです。聖霊をもらえるのです。つまりですね、聖霊によって私たちは永遠の命を受けるわけですから、聖霊を冒涜したら永遠に救われないということですね。聖霊様がまさに永遠の命と言ってもいいぐらいです。聖霊様を冒涜したら永遠に救われないのです。ですから悔い改めて聖霊を受けましょう。聖霊を受けましょう、ね、それが人生のうまくいくことですね。聖霊を受けるとですね、まあ、油注ぎを受けると言ってもいいかもしれませんね。聖霊を受けると平安になります。聖霊を受けると、喜びが出てきます。聖霊を受けるといろんなネガティブがなくなります。聖霊を受けると病気が癒されていきます。聖霊を受けるとですね、本当に変えられていくんですね。心も変わる、すべてが変わる、ね、これがキリスト教です。これがキリスト教ですね。ですからハロウィンをしない方がいい理由は、やっぱりハロウィンをするということは悪霊と関わるということですね。悪霊と関わる、悪霊と関わると悪霊が入る。ですから汚れるものにね、汚れるものをしないということですね。偶像崇拝しない、不信仰をしない、あらゆる罪から離れる、嘘をつくこともダメですよ。悪込めもダメですよ。悪い言葉もダメですよ。暴力はもちろんダメね。そういう悪いことをするということは悪霊と関わっちゃうんだということですね。悪霊と関わっちゃうということですね。はい、じゃあちょっと招きしましょうかね。招きですね。はい、偶像崇拝を悔い改めて、偶像崇拝を悔い改めて、悪霊を追い出してほしい人、ドラマの女性の憎しみ合いから悪霊が入り悪夢を見ました。あ、イエス様ごめんなさい。偶像崇拝を悔い改めて悪霊を追い出してほしい人、アメン。皆を許してください。アメン。偶像崇拝を悔い改めて神様に対して悔い改めたい人、ね、神様、悪魔の呪いを受けないで神様に祝福されたい人、アメン。アメン。すごい、聖霊様を求めます。アメン。素晴らしい、アメン多いですね今日ね。アメン多いですね。素晴らしいですね。アメン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 。素晴らしい。
素晴らしい。じゃあ皆さん、アメンと言った方はこう言ってくださいね。イエス様、悔い改めます。ちゃんと言ってくださいよ。もう家族に聞こえてもいいですからね。大きな声で言ってください。イエス様、悔い改めます。大きな声で、大きな声で言えば言うほどいいですよ。イエス様、悔い改めます。イエス様、悔い改めます。大きな声で言ってください。イエス様、悔い改めます。偶像崇拝を悔い改めます。偶像を捨てます。偶像を捨てます。偶像、普通の声じゃダメですか。壁ドン気にしないでね。親フラも気にしないで言ってくださいね。偶像崇拝悔い改めます。アストキングさん、こんばんは。偶像崇拝、偶像崇拝悔い改めます。偶像崇拝悔い改めます。偶像崇拝悔い改めます。イエス様、許してください。イエス様、許してください。イエス様、許してください。あなたを信じます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 。大きな声で言ってください。あなたを信じます。思いっきり言ってください。あなたを信じます。あなたを信じます。あなたを信じます。天皇と様、日本は本当に偶像崇拝だらけです。もう偶像だらけです。多くの人はもうサタンの毒が回ってみんな麻痺しています。もう本当に、日本は、蛇だらけです。毒蛇だらけです。どうぞイエス様、この日本を憐れんで、今アメンと言った方々の罪が許され、聖霊を与えてください。聖霊を与えてください。彼らの罪を許してください。イエス様の血潮で許してください。彼らが本当に罪が許されて永遠の命を受けることができますように。永遠の命を受けることができますように。永遠の命を受けることができますように。彼を祝福してください。日本を救ってください。日本は本当に、滅びそうです。日本は滅びそうです。日本から悪霊を追い出してください。日本から偶像を追い出してください。偶像を捨てました。偶像を捨てました。彼らの偶像を捨てました。私たちの罪を許してください。聖霊を与えてください。油注ぎを与えてください。油注ぎを与えてください。聖霊を注いでください。あなたに従っていくことができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、アーメン。はい、ぜひですね、皆さんもうポイントをしっかり理解しているので、そのポイントをしっかりこうね、実行していくことです。勇気いりますよ。法事があったとき断れますか、ね、仏教の葬儀断れますか、さまざまな誘惑を断れますか。ぜひ皆さん、勇気を持って、偶像崇拝と戦いましょう。悪魔は皆さんを偶像崇拝させたいのですね。そして束縛、悪魔の束縛させたいんですね。だけどイエス様は、解放したいんですね。ありがとうございました。じゃあまた明日ですね。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。おやすみなさい。おやすみなさい。アメン、アメン、アメン。